はい、続いて四号艇の平尾貴之選手です。おはようございます。はい、おはようございます。まおめでとうございます。新春のスタートということになりましたが、昨年は平尾選手にとっては1月に G1 の優勝もありましたけれども、どんな年でしたか？そうですね。やっと翻訳を乗り越えれた。はい。はい、我慢の年だったところを、はい、はい。今季に入ってからは優勝も重ねて、かなり勝率も高いものを残しておられますが、リズム的には変わりましたか？そうですね。まああと後役が残っているのであと一年。はい 我慢の中でもしっかりとベストを尽くしながらということになってくるかと思いますが、はいはい、今回、このエンジンはちょっと数字の,であの正直言ってエンジンはすごく下がってましたし今日7レースのメンバーともちょっと足外したら下がってたんですけど。うんはい、あのー まあ勝ちにくいのは当たり前なんですけど、ええ、あの一生懸命走りたいなと思ってます一節間はい、はい、この素性の悪い時にはいかにどのようにして合わせていくかというのもねポイントになってくるかと思いますがまずどの部分をもうあの今日から部品はどんどん全部変えていくつもりなんですがき、はい、今日初日は大きい部品は変えちゃだめなので、はい、まあできることだけやりますけどよくはならないと思うんですけどあのもう 精一杯ね。できることはやっていきたいなと思ってます。はい、1、はい、節間ら6日間かけてしっかりと整備もしてプロペラもしてと、はい、はい。ではね。この1年の滑り年となる地元戦です。一節間にかける意気込みをファンの方にお願いいたします。まあ、とにかくあの一生懸命できることをやりたいと思います。温かいご声援よろしくお願いします。はい、という4号艇の平尾貴則選手でした。ありがとうございます。